はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ドゥーモドゥーモ、はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちはということでですね、本日なんですけれども、本日10月1日はユニクロ×セオリーのコラボレーションが、全国発売ということで、話題になっておりまして、まあ、実際に銀座店で先行では発売していたんですけれども、本日から、まあ、オンラインも、発売ということで、今日もですねやっていきたいと思います。ユニクロ×セオリー転売ランキングトップ3ということでやっていきたいと思います。でこちらのランキングではですね、自分が、まあ独自に、調査をしたですね、転売をよくされたアイテムだとか、あと転売で、高く売られてしまっているアイテムなんかを、紹介していきたいと思います。まあ、イコール人気だったりだとか、人気が集中している商品ということで、何かちょっとお買い物の参考にしていただければなというふうに思っております。ちなみにもしオンラインで買えなくてもですね、店舗に行くと数がまだあったりだとか、あとはユニクロさんの場合リストックがすることが多いですので、まあこう有名なオークションサイトとかで高値で買うんではなくて、少し待っていただくのも一つ手かなとは思っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、まず第1位、第3位なんですけれども、こちらのストレッチパンツ3990円になっております。で、こちらがですね、おそらくまあ、というか今回ユニクロセオリー朝僕特に買うもんなかったんで、まあページの方見てただけなんですけれども、完売がめちゃめちゃ早くてですね、特に、おそらく男性が、履く着るであろう XL サイズ以上のサイズに関してはほぼ、もう本当におそらく30秒以内で、完売していたような感じになっております。もう30秒で完売って言ったら、下手したらそのナイキとかのレアスニーカーだとか、あとそれこそシュプリームみたいな感じになっていて、ちょっとまあ、ユニクロなんですけれども、ちょっとまあ異常な状況というか、本当に争奪戦の様相を呈してきたかなっていう風なイメージとなっております。で今回このストレッチパンツなんですけれども、3990円のところ、やっぱりね、某フリマサイトとかでもいっぱい出ていて、結構高く売れてるものだと7999円とか、まあだいたい8000円ぐらいなので、2倍ぐらいの金額で買われてる方もいらっしゃったようです。でこのアイテム多分店舗とかいっぱいあると思うんで、なんかわざわざ8000円ぐらいで買わなくてもいいかなと思うんですけども、やっぱりこの、XXL サイズとか XL サイズ、おそらくその店舗に取り扱いのないサイズで、おそらく、男性の着用を見越した、サイズ感のもの、まあそのまあ変な話、男性のインフルエンサーさんがこのパンツいいですよとか、このジャケットいいですよっていうと、やっぱりその大きいサイズっていうのは早く売れる傾向にあると思います。第3位がストレッチパンツ3990円でございます。はい、そして第2位なんですけれども、第2位がストレッチシャツジャケット4990円になっております。このアイテム僕も結構、気になっていたアイテムで、実際に9月中旬の銀座の先行発売でも試着をしに行ったんですけれども、僕が着たものがサイズが L サイズだったんですけど、だいぶこう袖丈とかも短くて、だいぶこうコンパクトというか結構、タイトで、なんか自分が買ってもね、着てもそんなになんかサイズ感も微妙でしたし、ちょっと男性着るのには難しいかなと思ってたんですけども、まあ今日オンラインで発売で XL と XXL サイズも販売ということで、おそらくこう、まあ、転売をされている方にとっては一番こう狙いやすいアイテムだったんじゃないかなと思います。なのでこのアイテムが確か XXL サイズがもうほぼもう数秒で、もう即完売してしまって、まあ正直幻のアイテムになってしまったんじゃないかなっていうふうには思っています。はい、でこちらが、ストレッチシャツだけど、まだ大きいサイズがそんなに、フリマサイトなど出ていないので、もしかしたら相場が XXL サイズとかの相場がもしかしたらもっと上がるかもしれないんですけれども、だいたい7000円ちょっとぐらいで取引されているような感じになっております。でまあ7000円なので、なんだろう、その幅としてはすごい少ないんですけれども、おそらくこの後 XXL サイズを購入された方が、そのフリマサイトとかに出品をする、まあ届くまでね、出品ってできない、基本的にはできないので、
実際物がないと出品できないので、物が出たらまた、そのあたりで相場決まってくるのかなというふうには思っています。第2位がストレッチシャツジャケットになってます。はい、ということで、栄えある第1位転売されたランキング第1位はですね、ブロックテックコートになっております。ブロックテックコート12,900円になっております。でこちら結構こう重要というかアウターなんですけれども、こちらも XL とか XXL サイズは、即完売でございました。そしてこれもフリマサイトの、データを見たところですね、売れたデータを見たところ、なんとですね、ちょっとおかしな話なんですけど、ちょっと実際に後で画像も、見せますけれども、 XXL サイズがなぜかもう数点売れてると。で XXL サイズに関してはオンライン限定なので、でオンライン今日買ったとしても今日届くってことはどう考えても考えられないので、なぜか XXL サイズがすでに出ているという、まあ要するにちょっと無在庫で多分なんか売ってる人が何名かいらっしゃるみたいです。で XL サイズで見て、でなんでこんな23,000円で、まあ本当に倍ぐらいで、下手したら、まあ、1万プラスぐらいで売れているんですけれども、これに関してはなんかあれなんですかね、インフルエンサーさんがブロックテックコートマストバイダーみたいな感じで言ったのかな、どうなんだろう、ちょっとあんまり僕調べて、その辺あんまり調べてなくて見てないんですけれども、このブロックテックコートが圧倒的にその、幅で言うと、一番多かったのかなと。であと他のアイテム、他のサイズに関しましてもやっぱ 18,000 とか、結構そのくらいで、取引をされているようです。はい、ちょっとこのね、であとは実際にそのフリマサイトの写真見たりしても、なんか某有名なファッションインフルエンサーさんの写真を使ってたりとかして、結構もう無法地帯になっているかなっていう印象でございました。でこれも僕見たんですけど、銀座店で多分そう、男性の方だと多分 XL か XXL サイズになってくるかなっていうふうには思いました。はい、ただ結構この長い丈のコートで、本当になんかイメージとしてはおしゃれな雨具みたいなイメージだったので、これがまあそんなになんか1プラス1万も出して買う人がいるんだなっていうので、ちょっと驚いているんですけれども、今回はこちらのセオリーコラボレーションはブロックテックコート12,900円がランキング第1位ということで、はい、おめでとうございます。はい、ということでですね、まあぜひねこの動画を見ている方には、まあそのまあいい買い物というか、相場通りというか、まあちょっと落ち着いてね、で某フリマサイトだとやっぱりこう上の方に注意欄が出てきて価格が急騰している可能性があるので、購入においては冷静な判断をお願いしますっていうふうに書いてあるので、本当にその通りだと思います。こうなんかインフルエンサーさんとかに煽られて、結構試着してみると、本当に結構僕は毎回絶対に試着するタイプなので、試着して着るのが特に今回みたいに女性用を男性が買うってなると、やっぱりね合わせにくいことが結構多いので、そのあたりはちゃんとね冷静な判断で買い物をしていただければなというふうに思っております。なんか参考になればなというふうに思いまして、今回こういう感じでランキング形式でやらせていただきました。はい、ということで、こういう感じで普段から、ファッションの、動画上げ出させていただいておりますので、よければ YouTube チャンネル登録と動画の評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.